今回は、顧問調査や、関連契約の性能解説は、少し時間かかるから、インターバルができたタイミングで紹介してくれ。スペックは、571艦で、同じ弓兵に58補完の改良や、582作の賃金がおることを考えると、かなり厳しいかもしれへん。決まりだ。コントロの中に道を敷こう。少し眠ります。決まりだ。まあそうだろうな。決まりだ。危ないぞ。見届けよう。ようこそおいでくださった。どうですか。危ないぞ。侮る者には容赦せん。両方捨てようとして焦って、どっちも入れとるやんけ。このガバガバ防衛で負け臭がすごいけど気にせず行くで。危ないぞ。ああ危ないぞ。危ない。シェイ、何の匂いで目が回る。危ないぞ。計略解説行こうか。長期の計略は武力上昇期の関連レベルプラス1、10カウントかけて兵力がレベル2で 70%、 3で 100% 回復するで、回復量が多めで関連2以上で浄化のおまけもついてくるし、悪くない計略なんやけど、関連3で行ってる頃には芝生が飛んでくれ。今の環境ではやや厳しく感じたわ。ああ使うがいい。この風速、この構成に全てをかける。まあそうだろうな。決まりだ。我が魂を踏み込め、天に飛翔せよ。さあ見届けよう。備えの薄さは音でわかります。行け。攻撃を焦るな。行きます。目が回る。ああ、何がいい。
嘘だ嘘だ嘘だ。しかと心に刻むのだ。毒も熱病も私の手で治してみせる。勇気を力に進め。我が魂を踏み越え天に飛翔せよ。見届けよう。決まりだ。行け。ボーム解放。やった。回復性能が高いから幽魂露食との相性は抜群です。圧倒的な硬さになるぜ。嘘だ嘘だ嘘だ。2試合目では感銘レベル2での使用例を出しとるから見とってくれると嬉しいわ。
私に教えてくださる？はい。危ないぞ。まあそうだろうな。お泣きなさい。さらばだ。さらばだ。お泣きなさい。兄上にはまだ会えん。お泣きなさい。危ないぞ。捕まっちまった。ああ捕まえがいい。行きます。正局の大号令の高張力なら残り2からでも逆転ありし。連回叩いて確実に内乱で落ちを届かな。撤退後だから勝ち玉の2秒も有効活用できるしな。天下奪還の計に私の名も加えていただこう。邪魔立てする者に容赦はせぬ。口果てよ。
危ないぞ。朽ち果てよ。危ないぞ。ああ、使うがいい。覚悟は良いか。孫悟の部の前に朽ち果てよ。行きます。危ないぞ。あれあれ、少し眠ります。だろうな。わしは逃げぬ。オール解放。マスター私の手で直してみせる。あれあれ、ボーム解放。マスター、
この罪を許しましょう。下がらないと。こっちで一緒にお休みしましょう。ガンタス。困りました。
体が消える。私が作る。失礼します。ちょっと下がるね。失礼します。失礼します。抵抗は苦痛を生むだけだ。こう焦るな。しかも貫く。いきます。かおう。失礼します。我が軍略しかと心に刻むのだ。記憶をしまとき再び蘇らせましょう。少し眠ります。血の誓いを。何時らには神霊の加護で。さらばだ。新たな世、新たな歴史は私が作る。兄上にはまだ会えん。困りました。太陽消える。何の匂いだ。朝ですか。新たな世、新たな歴史は私が作る。毒も熱病も私の手で治してみせる。まあそうだろうな。失礼します。行きます。君の勝ち。
まあこんな感じで今の感銘デッキは千葉賞が厳しすぎて正直勝ちづらいところやけど、次のバーチョンには可能性を感じる一枚や。ここまで見てくれてありがとう。